数年前から日本が力を注いできたクアッドタスですが、南シナ海での警護任務と合わせ、いよいよ対中包囲網が完成しつつあるようです。もともとクアッドタスは中国に対抗した枠組みでしたからね。様々な国の思惑が錯綜していますが、中国からの無視できない情報が入ってきました。中国が南シナ海に人工島を作ったことは、一時話題になりましたね。その人工島が爆破されるらしいというのです。今回はこの人工島爆破について見ていこうと思います。もともとはちっぽけな島でしたよね。でも、今では小さな国の面積になってませんか？中国系ネットメディアであるタタダシ新聞の報道によると、2020年7月、アメリカ政府は中国が知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令しました。それに引き続いて、中国は実効支配している南シナ海に干渉を埋め立てて人工島を作ったのですが、そこを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いというのです。世界地図を見て、お分かりの通り、南シナ海は、海運による物流量が、世界の4分の1を占めるほどの海運物流の要所です。日本においても、中東からの原油輸入における重要なシーレーンなのです。ここ数年、この南シナ海において、中国が20世紀初頭に自国内で定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張し始めました。それに基づいて干渉を埋め立てて人工島を造成した上に軍事基地を建設したりして周辺諸国との間で摩擦を広げる一因としています。中国の行動に対しアメリカは中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張している当初12海里内にイージス駆逐艦を航行させるという航行の自由作戦を展開しました。アメリカ一国だけでなく、オーストラリア海軍などにも参加を促し、南シナ海での中国の海洋権益を認めない姿勢を見せています。アメリカのポンペオ国務長官も、中国は、恐喝に等しい行動によって、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害しているとの声明を出し、強く非難しました。ここで、九段線について説明します。九段線とは別名有事線、牛舌線とも呼ばれている、海上のラインです。もともとは、1953年、昭和28年、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権と、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、EEZ、大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことなのです。ここで大事なのは、当時の中国と中華民国だけの取り決めということです。海域にある国々のことは無視しているわけですね。2016年、平成28年、7月、フィリピンは、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てを行い、裁判では法的根拠がないため、国際法違反であるとの裁決が下りました。この判決を根拠にして、アメリカは中国の実効支配への動きに反発しています。2020年7月には、先に登場したポンペオ長官が、中国の主張は違法であり、世界は南シナ海を中国の領海とすることを認めないという声明を発表したのでした。この長官の声明について、
中国の反応です。北京大米国研究センター王主任は、アメリカが11月の大統領選挙前に南シナ海で武力行使する可能性があると推測を述べていましたが、ただし新聞は、ポンペオ長官の声明は、アメリカが南シナ海を奇襲するために法律的根拠を与えたものという解釈を述べています。他の中国メディアですが、香港サウスチャイナモーニングポストは、アメリカ軍は南シナ海に毎日のように複数の偵察機を送っていると断定、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行を従来にはない回数と規模で実施しているとも報じました。ただし新聞によると、アメリカが奇襲攻撃をするなら、まず中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島だろうと予想していて、次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると見ています。さらに、中国が、軍事施設、滑走路とか、を建設しているファイアリークロス礁、英諸礁ミスチーフ礁、ビズミ礁スビ礁、渚壁礁なども攻撃して破壊、周辺の暗礁も、ミサイルなどで破壊するだろうとも予想しているようです。最終的には、中国が実効支配している環礁だけでなく、他の国が、領有権を主張している、暗礁なども含めて、戦略爆撃機を使って爆撃し、すべてを消して、南シナ海の領有権主張紛争を一気に解決するという推理を述べているのです。血で血を洗う喧嘩が止められないなら、原因を消してしまえば、喧嘩の理由がなくなるから、すべて、解決だろうアメリカは、そう考えていると、中国が推理しているということですね。そんな単純なものではありませんし、アメリカが恨まれるだけでしょう。こういった報道に対し、北京外交筋は、奇襲攻撃前に、まずは、アメリカから、南シナ海の人工島に建設した、軍事施設の撤去要求があるはずだという見方をしています。万が一攻撃があるとすれば、アメリカの撤去要求を中国が拒否した、場合だろうとも語っているのです。その後の展開ですが、結局、アメリカの大統領選挙前に、アメリカ軍の攻撃への動きは、ほとんど見られませんでした。あるとすれば、空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのものですから、ただし新聞のアメリカ中国海戦予想は、外れたということになります。アメリカ密輸両選挙の結果としては、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行中ですから、内政で、手一杯のアメリカは、しばらくの間、中国への動きを見せることはないと思われます。しかし、南シナ海は、無視できない、豊かな海域です。漁獲量豊富な漁場があり、海底には、石油、天然ガス資源が期待できるだけでなく、前述のように重要なシーレーンでもあるのです。だからこそ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの国々と中国との対立は、この先も収まることはなく、いずれは、代理戦争としてのアメリカ VS 中国の構図が、より鮮明になってくるのではないかと考えられるのです。九段線をめぐるアメリカ以外の動きですが、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことに反発したベトナムとフィリピンは、パスポートの詐称欄へのスタンプ捺印を拒否、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているそうです。インドは中国との国境係争地域をインド領にしたデザインの詐称スタンプを作成。中国のパスポートの九段線の上に押すなどして抗議していると言います。インドネシアは外務大臣が、九段線は絶対認めらない。
中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を出しました。同時に、九段線に接するナトゥナ諸島の陸、海、空の軍備強化に努め、北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称、地図に記載しています。アジアの国だけではありません。香港問題なども注視しているイギリスは、最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣、中国を牽制するとともに、今後の南シナ海での活動を見込んで、日本にも寄港して補給基地として利用できるかどうかの調整をすると考えられているのです。そういった状況で、中国人民解放軍は、2020年8月の対艦弾道ミサイル発射実験において、ターゲットとして、実際に船を配置し、2発を命中、撃沈していたことが明らかになりました。この弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれているトンプー型ミサイルで、消息筋によると、中国浙江省からコチ 21D、射程距離 1500km、西部大海省から、東風 26B、4000km を1機ずつ発射し、両方とも航行させていた標的船に命中させたと言っています。このコチは、移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のすべての場所から発射可能であり、発射前の探知は非常に困難なので、着弾前の撃墜は難しいと見られています。この弾道ミサイルでの船舶攻撃実験は、南シナ海有事に展開されると予想されるアメリカ空母やイギリス空母に対して、東風での攻撃が可能ということを見せつけました。アメリカやイギリスにとっては、かなりの脅威になると思われます。アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明、日本としては嬉しい限りです。今回尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか。それ以上の危機として、東アジアにおいて一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め、
防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたのである。日米安全保障条約第5条では、各締約国は日本国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、国益を脅かす者には対抗していくと強い反発を示している。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国は、ここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては、日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して、海峡局艦艇を派遣して、日本の領海に居座らせ続けている。さらには、台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで超えることが、ほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による、台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による、航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に中国は4月5日空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、
台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、1、米、5、印、4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍による G 行動には、もう一つの意味があるとして、それは、4月16日から開催される日米首脳会談への、牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から、菅首相に対して、台湾有事への、危機感の共有と、日本による、サポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには、尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての、安全保障について、日米それぞれの役割分担の議論が米国主導で、なされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で、法案の中に、尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には、安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては、台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとっては、どうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも、日本の後方支援を必要としているのである。これに対して、菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが、菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で、力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に、米海軍は空母、セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が、南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。
米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っている。この状況は何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて後悔する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言ってよい海自相手というのは、
中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回はそんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年年の初めに発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜昇9とみられる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために小級原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても、潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの小級原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって大きく2つに区別されるようです。一つは今回の小級のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。と言っても真のところはどの潜水艦でも大した差がない、同じようなものと言えましょう。なぜなら潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小級潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小級原子力潜水艦の所言ですが、全長 107M、幅 11M、潜水艦の大きさを表す排水量は6000〜7000トンで、2006年、平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに昇は中国古代に存在した伝説に近い王朝で殷とも呼ばれます。艦は項羽と劉邦の戦いで有名な前艦、三国志の前時代である五艦などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに中国のプライドが感じられるような気がします。さて、
小級原子力潜水艦の3、4番艦は、長さが少し延長されて、騒音が、抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が、加えられたので、バージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の093型小級原潜が中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が本当に093型小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては組みしやすい相手と判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがにこの分野については数で言えば、中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底にセンサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ中国の潜水艦を個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時から、その動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦には、それぞれの艦に応じた、音紋と呼ばれるものがあります。人間で言う指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中でコツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば、日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上、航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして、最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には、海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし、位置を把握されないように、積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら、海自潜水艦が当該原潜を
沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから。もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。